はい、こんにちは、カズボです。妖怪地方を続きやっていきたいと思います。前回ですね、このね、二人ね、四天童子と道月にね、襲われてこの扉に逃げ込んだところですね。さて、その時どうなってるんでしょう。はい、どうなっている。奴ら何か機械な力を使ったようでしたが、この扉、お、新しい章です。第4章、雪の降る町。ウィス、ふう、ギリギリでしたね。私、今度こそダメかと思いましたよ。うん、いや、助かったのはいいけど、俺たちどこに来ちゃったの？っていうか、めちゃめちゃ寒いんですけど。雪？ここは冬なのかな？人間界であることは間違いなさそうだな。カモメソースとか書いてね、星印バターとか。うー、寒、足が冷てえよ。みんな見て、扉か。うわ、何これ、もしかして。ダメだ、さっきの鍵を使っても反応しないぞ。どうなってるんだ。そんな、どうしよう。これってもしかしてまた元の世界に帰れないパターンのやつ。どうやらそのようですね。リス、おや、驚かないんですか。いやいや、驚いてるよ。でも前もあったしさ、今回もなんとかなるかなって。あら、意外とポジティブですね。まあ、ケイタ君らしいですけど。うちのお父さん、この状況で前向きなんですけど。なるほど。さすがは伝説のお使いか。おいおい、感心してる場合じゃないだろ。扉が使えなきゃここから帰れないんだぞ。ごめんごめん、こっちに来るときにしか使えないのか。それとも何かの条件で今は閉じられている。この文字は一体。なんとか帰る方法を探さないと。っていうか、ここ寒すぎるし。だな。とにかくこの寒さはやばい。よっしゃ。よし、こういう時は情報収集だ。まずは聞き込みをして、ここはどこなのかを調べるぞ。そうだね。ウィス、あ、びっくりマーク。あ、全部従っていこうか。あら、ちょっとあなた、こんな真冬になんて寒そうな格好してるの。それはいろいろありまして。半袖、今は12月よ。そんな服じゃ風邪ひいちゃうわよ。今は12月なのか。道理でこんなに寒いわけだね。でもどうしてこんな真冬に飛ばされたんだろう。12月らしいですね。こんなポストとかなんかあったりするかもしれない。ないか。なあなあ、とうとうお前んちにあれが来たんだろ。うん、とうとう僕の家にも来たよ、あれがね。そう、カラーテレビが。え、過去なんこれ。うお、すげえ、早く見に行こうぜ。うん、もう白黒テレビには戻れないよ。これからはカラーの時代だね。白黒テレビ、相当昔の話をしているような。もしかしたら僕たちは何十年も前の世界に来てしまったのかもしれない。なんでカラーテレビとか言ってるね。何年前、50年ぐらい前なんかな。いや、もっと前か分かんないけど、カラーテレビっていつなんだろう。すみません、お尋ねしたいことが。ここは何という町ですか。ん、よそから来たのかい。ここは桜本町だよ。桜本町、そんな、まさか過去なんだね。僕たちが住んでいる町と同じ名前だ。あの桜本町と何か関係が。なるほど。聞き込みした情報を整理してみると、どうやらここは何十年も前の桜本町のようだね。うお、過去の町に来れたのは何か感動だけど、今はそれどころじゃないぞ。俺たちずっとこの時代に取り残されちゃうのか。ねえ、
それもそうなんだけど、俺寒くてもう限界だよ。確かに私も厳しいかも。どこかで温まれないかな。皆さん、こんな時こそあの妖怪の出番ですよ。そう、あれですよ、あれ。おいおい、あやふやだな、しっかりしてくれよ。こういう時にいてほしい妖怪といえば、メラメライオン。そっか、あの妖怪がいたんだった。ねえ、書簡出てこい、メラメライオン。お願い、メラメライオン、私たちを温めて。メラメラ、おお、一気に温まってきた。これなら全然寒くないよ。うんうん、やっぱり一家に一台メラメライオンだね。おいおい、おい、妖怪を家電みたいに言うなよ。実際助かってるけどさ。メラ、なるほど、さすが伝説のお使いの娘か。冗談だって、ありがとうね、メラメライオン。なんだ今の化け物。ん？あの子もしかして今のメラメライオンを見て驚いてたのかな。ってことは妖怪のことが見えるんじゃないか。何か手がかりが聞けるかもしれないぞ。おい、そこの君、ちょっと聞きたいことがあるんだけどいいかな。逃げてた。あ、ちょっと、ちょっと怖がらせないでよ。今の俺のせいか。とりあえず追いかけるぞ。さて、何テレビって書いてあった。太陽テレビ、今サンダーテレビとか見えた。びっくりマークここにあるね。下にいるのかな。あ、いたいたいた。お、なんか怪しいとこあるね。まあいいや。いたいた、ねえ、ちょっといいかな。わ、また。あ、さっき驚かせてごめんね。君も妖怪が見えるんだよね。うん、君たちは一体。妖怪探偵団。うん、俺たち妖怪たちが起こす事件を解決して回ってるんだ。なんかかっこいい。へへ、だろ。その妖怪探偵団の団長がこの俺ってわけだ。まあ、秋のりが妖怪を呼び出せるようになったのは今日が初めてだけどね。それを言うなって。それで妖怪の見える君に聞きたいことがあって。君の名前は。あ、まだ名前言ってなかったね。俺の名前は、お、シン。うん、俺の名前はシン。よろしく、妖怪探偵団のみんな。よろしく、シン君。それで聞きたいことなんだけど、橋の上にある扉について何か知らないかな。ああ、あの扉なら確か数日前に突然現れたのでござる。お、なんか出てきた。え、誰。スーさん、お守り。なんだスーさん。皆の者、お初にお目にかかるでござる。拙者のことはスーさんと呼んでくだされ。俺の守護霊みたい。まあ、あんまり気にしないで。え、守護霊、なんかちっちゃくてかわいい。ござる、あの謎めいた扉、奇怪な力に守られ、拙者の力はびくともしなかったでござる。以前あの扉の正体は不明、お力になれず申し訳ないでござる。そっか。おい、おい、シン。ん、いつきって書いてあった。待ち合わせ場所にいないと思ったらそんなとこで何してんだ。もう探したよ。いつき、タエ。あの二人は、うん、俺の友達で妖怪にも詳しいんだ。もしかしたら扉のこと何か知ってるかも。あの二人もこの世界の、この世界すげえな。俺たちも話を聞きに行こうぜ。ちょ、皆さん、これ見てくださいよ。これ、もしかして妖怪ガシャじゃないですか。え、妖怪ガシャ？でもなんか変じゃない？これ本当に妖怪ガシャなの？間違いないで、ウィス。私のセンサー、ガシャセンサーがビンビンに反応してますよ。こういう時にウィスワーは当てにならないからな。ああ、確かにこういう時大体外れてるよね。なんだ、じゃあ妖怪ガシャじゃないんだ。ちょっと皆さん、
まあ今はあの二人に扉のことを聞きに行こうか。コインあったもんね。私もメラメライオンに温めてほしいでウィス。お母さんだろこれ。回しとくか、せっかくだから。お、古びたコイン。こんな回り方すんだ。おみくじだ。あ、なるほどね。でもこっちだとなんか妖怪出てくるみたいだよね。外れ。お、幻魔将軍の御旗を手に入れた。持ってるといいことがあるかも。クエストが増えてんのかこれ。ハテナって。あ、そうだわ。丈夫な盾、濃厚キャラメル。あ、こんなんも今度やろう。とりあえずはお話してみましょうか。もうずっと待ってたんだから何してたの。あの、ちょっといいかな。今喋ったね。かぶっちゃった。何？な、妖怪を連れている。お前たち何者だ。連れているのはいい妖怪だから大丈夫だよ。この人たちは妖怪と友達なんだ。しかも妖怪専門の探偵団なんだって。は？妖怪と友達？探偵団？何言ってんだ。いい妖怪なんて存在しない。なんかすごく怒ってる。おい、タエ、お前からも何か言ってやれ。妖怪と友達？すごい。どうやって仲良くなるの。お前な、すんなり信じてんじゃねえよ。君たちって妖怪に詳しいんだよね。俺たちあの扉のことを調べてるんだけど。橋の真ん中にある扉のこと？それって確か誰だか知らないがいきなり出てきて少し怪しすぎるんじゃないのか。服装だっておかしいし、何より妖怪を連れている。そんな奴らを信用なんてできない。めちゃめちゃ警戒されてる。まあ確かに服装はおかしいけどさ。なるほど。なんだか妖怪のことをあまりよく思ってない様子ですね。お前たちのそれもしかして妖怪ウォッチか。嘘、本物の妖怪ウォッチ、私初めて見た。え、全然気づかなかった。え、君たちウォッチのことも知ってるの。なるほど。けどそれなら話が早いね。少し長いけど僕たちのことを話してもいいかな。いいだろう、聞いてやる。あの扉で未来の世界から。なんかすごすぎて頭が追いつかないよ。あ、やっぱ驚くよね。俺も経験したけど。ね、どうかな、私たちのことを信じてくれる。よし。ああ、お前たちにあの扉の情報をやる。え、本当に。ただしまずはお前たちを試させてもらう。この先にある大きな屋敷に来い。そう、屋敷に行くみたいですけどね。あ、待ってよ。試すって何をだ。うん、さあ、でも何か事情がありそうだね。とりあえず行ってみようか。さて、それもそうだけど、大きな敷居だね。なんかイベントっていうか、あのクエストあるみたいなので、それもやっていきたいよね。はい、ということで今回ここで終わりましょう。じゃあ次回にちょっとクエストやってから行った方がいいかな。まあね、全部そんなも含めながらやっていきたいので、まあそうした方がね、遠回りした方が強くなったりもするもんね。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。